Quand au Japon on dit qu'on est français, on se rend compte qu'on attire tout de suite beaucoup de curiosité et aussi beaucoup d'admiration. Gamelove est allé à la rencontre de ces Tokyoïdes pour savoir ce qu'ils savent vraiment de notre bon vieil hexagone. はい、すいません。え、なんかフランスと言ったらどんな思いがなりますか? やっぱり料理が美味しいところっていうのが一番に上がります。エッフェル塔。エッフェル塔。フランス料理。フランスパン。洋服です。洋服。エッフェル塔。フランスパン。いっぱいあるんだけどね。たくさん目に。ルクベッソン。 グランブルー、それとアールヌーボー、それからセザンヌ、ルノワール。高級料名のイメージです。フェルト、美術館。名前は？ルーブル。原発大国。なんかフランス行ったことがありますか？いや、ないです。あ、まだ行ったことないです。あ、あります？はい。ないです。 フランスは今年の冬に行きました。フランスへ行ければ何かがぜひやってみたいと思いますか？何やってみたい？サッカーを見たい。何の、何のチーム？パリ・サンジェルマン。エッフェル塔に行きたいです。美味しいものが食べたいです。フランスに行ったらまずお買い物したいです。何の買い物？フランスパンとか。 そうですね、モン・サン・ミッシェルに行ってみたいなって思います。エッフェル塔に行きたい。洋服買ってみたいです。ご飯美味しそうなので食べてみたいです。日本の噂によってフランス人の一番大きなアラとか傷は何だと思いますか？アラとか傷ですか？昔からよく聞くのはフランスに行って 英語を喋ると嫌な顔される。あんまないんじゖないですか？いや、悪いイメージはないです。フランス人の、なんか、鳥居とか美点は美しい、内面から美しいっていうか、すごい、おしゃれで、そういう。鼻が高い。鼻が高い。鼻が高い。はい。スタイルがいい。やっぱり上品な人が多いってイメージはあります。街が綺麗。はい。 私が行った時に感じたのは、とても真面目な人が多くて、あとファッションセンスがすごくいいというか、足が長くて背が高くて白くてかっこいいです。おしゃれ。女の人に優しい。でもやっぱりみんな綺麗。情熱的。 フランスの男の人に興味ありますか？フランス人男性ですか？でもすごい紳士的でいいなと思います。あんまりない。あ、そうですね。どう、全国、全国じゃ、全世界興味あります。かっこいいと思います。フランスの女の人に興味ありますか？はい。なぜですか？まあ、日本人から見てもやっぱ美しく映ると思います。フランスの街を2つ言えますか？フランスの街、そうだね。モンマルトルとか、あとはマルセイユとか。パリ、ニース。パリと、パリだけ。ローマ、ローマ。ローマ違う。ローマはイタリアです。 フランスの今の共和国大統領は誰だと知ってますか？なんか見たことあるけど名前は分かんないです。以前の大統領は？以前。ナポレオン。はいはい。ナポレオン。え、一人前、サルコジさんぐらいしか分からない。ちょっとバカな高校なのに。プーチン。プーチン。ベッカム。 フランス人じゃない。オランダか？オランダ。はい。プーチ。それロシアだろ。プーチ。それロシア。ああ、わかんない。歴史とか有名なフランス人映画とか知ってますか？有名なスポーツの、フランス人とか。オリビエ・ファニスとか。ジダン選手ってフランスですか？ジダン選手、はい。プロスト？
はい、レストラン、はい、ジダン、ジダン、はい、ナポレオンとかですか、はい、マリー・アントワネット、はい、ルイ16世、はい、マリー・アントワネット、はい、なんかフランス語で、何か言えますか。まあ、ボンジュール、ボンソワールぐらい。エスカルゴ、エスカルゴ、はい、ポワッソ、はい、ボンジュー、アシャンテ、はい、やばい、ジュテイム、ジュシー、ジャポネーゼ、はい、エテディオン、ボンジュー、はい、ボンソワール、はい、あ、それぐらいかな。プレシウダムール。